東大は十一代目。名石の由来は、矢場の生産地として、有名な金原で、馬が生まれるという意味の地口である。初代和製を外する一門は、馬派と呼ばれた。馬派に属していた、落語家は、長家老馬学や霊霊シャ風のように、馬の字は使っても定語は独自のものを使用していた、ものが多い。大正時代、東京で、同時期に、 馬生が二人存在したことがある。五代目が大阪に移住していた間に六代目が誕生し、その後五代目が帰郷したため、このような事態が生じた。寄せでは、めくりの色を変えて春別した。めくりは通常は黒字で書くが、五代目の馬生は赤字で、六代目の馬生は黒字で書き表した。この二人馬生時代は、六代目馬生が四代目古根底。 新章を襲名する1924年まで続いた。六代目の死後、七代目が、馬生を襲名する前に、大阪にいた五代目の弟子であった金原定馬金が、馬生に改名している。この馬金改め馬生は後に帰郷したが、すでに八代目馬生がいたため、一旦浅草亭馬道と改名し、八代目の死後、改めて九代目馬生を襲名した。ありがとうございます。